たちが育てた自慢の野菜だ。なまらうまいから食ってみろ。うまい野菜はいらんかね。このそば。話せ。ミーヤは行かなきゃなんないんだ。落ち着けって。準備もなしに行ったって死ぬだけだ。だからってじっとしてられるか。いいから話せ。ダメだ。もっと仲間を集めてアイテムも揃えて。セクハラはそれまでよ。メリッサ、モフモフちゃんから離れなさい。泣かせるなんて許せないわ。いや待て、これには可愛いから誘拐して耳をモフモフハムハムするつもりなんでしょう。死ねえよ。気持ちはわかるわ、でもそれはダメなのよ。だからしないって。というかメリッサからもミーヤに言ってやってくれよ。一人で行くのは危ないって。は？危ない？このままじゃエイミーが、エイミーが。苦しそうだな。氷枕を出してやるか。大きいモフモフちゃん、どうしたの？ミーヤが喫茶店の新メニュー考えようって言ったからなんだ。エイミー、具合悪かったのにずっと付き合ってくれて、そしたら熱出して倒れちゃって。解熱剤になる貴重な薬草があるんだが、その薬草がある山には凶暴なモンスターが出現するらしい。ギルドに頼むことはできないの？頼めないことはないが、時間がかかる。行くしかない、エイミーのためだ。危ないって言ってるのに。どうしても行くんならしょうがない、俺も一緒に行く。カズマ。だが二人だけだとな、危険がな。何よ、チラチラこっちを見て。いや別に、どこかに手伝ってくれる凄腕の冒険者でもいないかなとか思って。手伝い？言っておくけど私忙しいの。忙しいのか？急に暇になったわ。あー、もうそんな顔しないで。私が手伝えば薬草なんてすぐに手に入るから。それじゃあ行くか。メリッサがちょろくて助かった。なんか言った？別に、メリッサって意外といいところあるよなって。ただで手伝ってくれるなんて。はあ？手伝うとは言ったけど、ただとは。高いのか？ただよ、出血大サービス。その代わりエイミーが助かったらお耳をちょっと触らせてね。わかった、ありがとな、メリッサ。あ、ミヤちゃん。抱きつかれるとすんごいモフモフが。ここまでされたらもう頑張るしかないじゃない。エイミーが心配なのはミーヤも同じだ。3人で協力すれば珍しい薬草だってすぐ手に入る。みんなで一緒にけっぱるぞ。おう、俺たちが力を合わせればきっと楽勝だ。やる気を出してるミーヤちゃん、かわいい。これだけでもとんでもない報酬だわ。さすが俺。メリッサが通りがかって本当に運が良かった。思ったより簡単に行きそうだ。このスバ。さあ、新
しい冒険の始まりよ。モフモフちゃんのためにも薬の材料を手に入れないと。このスバ、岩石ボンバー、ミッドナイトエッジ。よし、とどめは任せろ。損撃。キャー。はあ、一通り片付いたわね。ミーアちゃん大丈夫？私が抱っこしてあげようか？大丈夫、まだまだ元気。先を急ぐぞ。二人とも元気だな。予想よりもモンスターは多いし、これは割に合わないかもしれないな。割？エイミーを助けるためとか言ってたのに。ゲック！怪しいわね。あなた、何か別の目的でもあるんじゃ。うわ、なまらでかい雷だな。雨も降ってきたか！やばいな！やり過ごした方が良さそうね。さっき洞窟を見かけたから、そこで雨宿りでも。そんな暇はない、急ごう。無茶するな、雷も鳴ってるし危険だろ。でもこういう時に焦っても欲しいものは手に入らないわよ。雨で視界が悪い中じゃ薬草なんて見つけられないわ。それにミーアちゃんだってそろそろ体力が限界でしょ。そんなことな。 あれフラフラじゃないか。たくさん歩いてきたし腹も減ったろ。調理道具と食材持ってきたからさ、飯にしよう。ご飯？いや、でもエイミーが。ここでミーアちゃんまで倒れたら一番悲しむのはエイミーよ。無理せず少しでいいから休みましょう。うん、わかった。んじゃ、さっきの洞窟まで戻ろうぜ。カズマさんが腕によりをかけて料理を作ってやる。レッツクッキング。ご飯を食べたらあっという間に寝ちゃったわね。疲れてたんだろうな。エイミーのためにって張り切ってたし。エイミー、もうちょっと待ってるんだぞ。夢の中でもやる気十分ね。ああ、頑張ってモンスターを討伐しないとな。うん？モンスターじゃなくて、私たちの目的は薬草を手に入れることでしょう。そうだった。エイミーのためにもな。さっきも割に合わないとか変なことを口走ってたわよね。ギク。もしかしてあなた、エイミー。ノア。ミーアちゃん。うん、早く良くなって。あ、寝言？みたいだな。雷が止んだらすぐに出発だ。俺たちも少し休んでおこうってことでお休み。あ、ちょっと。怪しい。このスバ、このスバ、あった、あれじゃないか。おお、確かにカズマが言ってたやつと同じだ。あれが何でも直すそうか。頭が痛くなるくらい安直な名前ね。
一本数十万エリスで取引されてるなんて信じられないわ。ああ、これでエイミーの病気も治せるぞ。さっさと持って帰ろう。で、どうしたの、ぼーっとして。早く帰るわよ。ま、待て！今帰ったらここまで来た意味が。意味？うん、いたじゃなくて出た、一撃瞬殺グマだ。こいつを倒さないと無事に下山できそうにないな。邪魔をするならミーヤが相手だ。危ないわミーヤちゃん、私も手伝ってあげる。頑張れ二人とも。俺は遠くから援護しよう。クリエイトウォーター&フリーズ。おー、カズマうまいぞ。足元が凍ってモンスターの動きが止まった。いけそうね。大丈夫ミーヤちゃん。あんなやつさっさと倒して薬草をエイミーに持って帰るんだ。作戦通りだエイミー。何でも直すそう持ってきたぞ。これで元気に。おかえりなさいミーヤちゃん。エイミー、なんで寝込んでるんじゃなかったのか。抱きつく勢いが尋常じゃなかったわね。すっかり元気なようだけど。ちょっと無理して食べ過ぎちゃったのかしら。腹痛がひどくて熱まで出ちゃったわ。ミーヤちゃんの作るお料理だったからいつまでも食べていたいって思っちゃって。え？病気じゃなくて単なる食べ過ぎだったなんて。エイミー、エイミー、病気じゃなくてよかった。死んじゃわなくて。たくさん食べさせてごめんなさい。お腹は大丈夫か。よかったらこの薬草食べて。これを食べたらエイミーは元気になるってカズマが。カズマが？まさか。はい、こちら一撃瞬殺グマの討伐報酬になります。ご確認ください。また何か困ったことがあったら言ってください。お姉さん頼りになりますね。さすがは佐藤カズマさんです。あの一撃瞬殺グマは周囲の人々からそれはそれは恐れられていて。確かに強敵でした。でも俺の敵ではありません。なんたって俺は魔王軍幹部を倒した佐藤カズマですから。ずいぶんと機嫌がいいわね。ミーヤたちを利用したのか。メリッサ、ミーヤ、いつの間に。だいたい読めたわ。エイミーが倒れたのをいいことに、私やミーヤちゃんを利用してまんまと討伐したってわけね。違う、いや違わないけど、私利私欲だけじゃないから。エイミーがただの腹痛だったことはすぐに分かった。だが万が一ってこともあるだろ。薬草はあっても困らない。だから取りに行ったんだ。それにミーヤとエイミーの店も一部改装したくて、そのための諸々の資金が必要なんだ。モンスターを討伐すれば報酬がもらえる。ほら一石二鳥だろ。カズマ、ミーヤとエイミーのためにそこまで。信じないでミーヤちゃん。この男が本当に善意だけで動くと思うの。動くよ。ちょっとタイミングを見計らっただけだ。へりくつこねないで。ひとまず討伐の報酬は私とミーヤちゃんで山分けね。なんでそうなるんだよ。俺の取り分は。人を騙して働かせた報いよ。それから次は私のクエストの手伝いもしてもらうわ。もちろんただで。ただ？当然の報いよ。ミーヤちゃんも何か要求を出したら。ミーヤは
十分だ。ミーアちゃん、なんていい子。そんなミーアちゃんのためにカズマには美味しいものをたくさん作ってもらいましょうか。ミーアちゃんとエイミーの店で1週間ただ働きよ。そっちはただ？本当はもっといろいろ言いたいけど、モフモフちゃんに免じてこれくらいで許してあげるわ。全然免じてない気がするんですが。免じてるわよ。だってメリッサ、協力してくれてありがとな。エイミーも元気だし、クエストもなまら楽しかったぞ。ミーアちゃんのこの笑顔が見れただけで討伐した甲斐があったってものだわ。胸がいっぱいよ。まあ胸がいっぱいでも責任は取らせるんだけどね。このスバ